ニュース速報です。最近特定の2人が一緒に寝ないと死に至る病があると発覚いたしました。その名も睡眠共存症という病で、お気をつけください。睡眠共存症だってシエロン、怖いね。確かに私もそうだもんな。どういうこと？私も一緒に寝ないと死んじゃう、ウパルコ。あ、ウパルコとね。ウパルコ、ほら、ウパルコノーリアクションだけど。なんだその病。いや、わかんないけど、そういう病が今流行ってるらしいよ。ウイルスかなんかなのかな。一緒に寝ないと死んじゃう病が怖いなって思う人は、チャンネル登録と動画の高評価をしてね。変な病気。変な病気だね。おー、ライコちゃん。あ、ライコちゃん。どうしたの？苦しいっちゃ。何が？うち苦しいっちゃ。ソファー借りるんちゃ。どういうこと？どういうことどういうこと？どうしたの？ダーリンと一緒に寝ないと苦しいっちゃ。睡眠共存症の話？早く一緒に寝るっちゃ、ダーリン。え、でも俺苦しくなってないから違うんじゃないの？嘘でしょそれ。嘘じゃないっちゃ。もう寝ないと死ぬっちゃ。いや死なないよ。だって俺が苦しくなってないもん。一緒に苦しくなるから睡眠共存症でしょ。そうだよね。一緒に寝ないと苦しいよね。わかるよ。そのソファーに横になりなよ。ありがとうだっちゃ。シェル、ダーリン。さあ早く横に行くんだ。いや行かないよ。だって嘘だもん。嘘じゃないっちゃ。ひどいっちゃだ。もう大丈夫だって。バレたっちゃ。なんだっちゃ。一緒に寝ないとなんだからつまんないっちゃ。どんだけ信用ないっちゃ。いや俺が苦しくなってないからね。どんまいだ。おお、スマコちゃん。おお、スマコちゃんいらっしゃい。どうしたの？うち一緒に寝ないと死んじゃうちゃん。いやなんでライコちゃんと同じ喋り方してるんだよ。とにかく苦しいの。一緒にしないと苦しいの。一緒に死なないとじゃないでしょ。誰一緒に寝るちゃん。いやもうめちゃくちゃだよスマコちゃん。一緒に寝ないとでしょ。ソファー借りるんで死ぬ。どうぞ。ほらほら、一緒に寝ないよ。綿菓子みたいな甘い匂いするよ、スマコちゃん。違うのよ。俺が苦しくなってないから。嘘バレてるよって。苦しくなる、苦しくなる。あなたは今すぐ苦しくなる。いや、苦しくならないよ。なんでわかるのよ。わかるだろう。あれ、ちょっとはちっとはち、1ミリぐらい騙されそうよな。いや、なんだ。なんだよ、おい。なんだ、焼き綿菓子食いしてやるんだからな。焼けわたがし食い、焼けわたがし食い。落ち着かないね、シエロン、今日は。なんであんなにわたがしばっか食べてんの、痩せてんのかな。いや、それは知らないけど。ここまで来たら、まあ普通にゆきんこちゃんが来る流れだよな。あれ、ガネオくんじゃん。そっちか。あ、どうもどうも。そっちなのか。あ、すいません、シエロンさん。あの、苦しくて苦しくて一緒に寝ない。はい、はい、はい。おい、ガネオ、ここはユキンコ、ユキンコが来る流れなんだよ。おかしいだろ。シエロさんと一緒に寝ないと苦しい。じゃあ3人で寝よう。え？ 3 人、数は多い方がいいもんね。いやいや、意味わかんないですよ。シエロさんと一緒に寝ないと苦しいんです、僕。いや、俺の後ろに隠れるのやめてくれる？ほら。いや、ほらって何？いや、ガネオくん、嘘なの分かるでしょ。どう考えてもシエロが一緒に苦しくならないと共存症じゃないでしょ。全然苦しくない、全然苦しくないよ私。よい、下打ちしたな。おい、バレた。バレるって。まあいいや、もうここで寝ますよ今日は。おやすみなさい。寝ちゃったよ。いいよ別に一人で寝る分には。まあ一人で寝る分いいの。どうぞ。いいよ別に。まあまあまあいいか。おお、やっと来たよ、ゆきんこちゃん。やっとって何？別に来なくてもいいんだよ。あの、苦しんだスーパッチシューさん、ここ借ります。苦しいの大丈夫？ガネオくんの隣でいいの？あれ、苦しくなくなった、もしかしてゆきんこちゃん。苦しくない、全然苦しくない。あ、これこれ、ふぅ。え、ってことはガネオくんとゆきんこちゃんペアなんじゃないの？私、ガネオさんとペアなんですか？嫌です。でも、ペアになっちゃったから、ね、一緒に寝ないとダメみたいですね。苦しくなっちゃうみたいですから。仕方ない。背に腹は変えられんとはこのこと。
おやすみなさい。ここで寝るの？かわいそうに、不本意な相手で。まあそういうことも全然あるだろうね。知らない人とそういうことになっちゃうこともあるだろうし。怖いね、この病やっぱり。絶対なりたくない。そうだね。はぁ、眠くなってきちゃった。シエロン、寝ようかな。お昼寝？うん。シエロン、お昼寝まだ早いんじゃないの？だってまだ朝だよ。寝ちゃった。苦しい。なんだ、急にシエロンが寝たら苦しくなった。ってことは、俺シエロンと一緒に寝ないと死んじゃう病か、もしかして。ちょっと待って、とりあえず横になろう。シエロンの隣に寝ただけで苦しくなくなった。いや寝言うるさいな。まあでもとりあえず今日はこのまま寝よう。あ、シエロン。あ、やばい。あ、ちょっと眠くなってきた。ダメ、寝たらダメだよ。あ、なんで眠い。いやいや、ダメだよ。俺とシエロンがペアで睡眠共存症なんだから、シエロンが寝たら俺も寝なくちゃいけなくなるでしょ。眠い時に寝れないなんてこんな地獄ないだろ。なんでドラえもんみたいになってるんだよ。寝たいよ、昼寝の時間だから。これはもう俺らでこの病を解決するしかないよ、シエロン。いや、寝ないでって。苦しい、寝ないでよ。この病を治すために睡眠の第一人者のところに行こう。誰それ？睡眠第一博士っていう人がいるから。そんなあからさまの名前の博士いないだろう。いるんだよ。行くよ、早く。こっち調べてごらんよ、パソコンで。睡眠第一博士。いや、まあ信じてるよ。いるんだろう。行こう。じゃあ行こう。こっち。すごい。眠くならないでよ。分かった。お、なんだ。お若だね。どうしたの？死んじゃったんだ。お父さんとお母さんが睡眠共存症ってやつで死んじゃったんだ。ああ、今流行りのあの病か。やっぱり早く治さないと。お父さんとお母さん別々の人とペアだったんじゃないの？確かにそうだね。それだったらわかるかも。違うよ、お父さんとお母さんペアだったんだけど、お母さん昼寝しちゃった。怖すぎる。そんなの、そんなんで死んじゃったらよくあることになっちゃうよ。どうしよう。昼寝しないでね。不意の昼寝やめてね。不意の昼寝やめて。シエルン、早く治さないと、この病。早く研究者のところに会いに行こう。うん、分かった。その病気は絶対治すからね。仇を打ってくる。よし、行こう、シエルン。うん、任せて。あー、シエルン着いたよ。ここか。ここが睡眠第一博士の家だ。へえ。ちょっと行ってみようか。うん、こんにちは。すいません、いないみたいだね。ちょっと上まで行ってみようか。うん。すいません、いませんか？いないな。いないね。あ、さらに上があるよ。ほら、行ってみよう。あ、本当だ。あ、寝てるわ。寝てる。博士。はい、何でしょうか？うわ、すっきり。寝起きよ。寝てないですよ。私はこう見えて睡眠の研究をしているので。あ、睡眠大事博士ですか？あ、違います。睡眠大事博士です。睡眠ですか？違います。睡眠大事です。じゃあもう略して睡眠ですか？そうです。オッケー。いいの？睡眠博士は睡眠共存症って知ってます？もちろん、私は睡眠の研究の第一人者ですから。困ってるんです、それで。はい、もちろん私も全部調べております。ただ治し方は未だに分かっていないんです。そうなんだ。博士でも分からないんだ。ただですね、その原因は分かっています。どういうこと？それは孤独から生まれているようなんです。孤独だって。孤独？別に。だって隣同士にいるし、みんな仲良くしてるじゃんね。うん、別にそんなに孤独じゃないけど。いや、インターネットが今流行っているでしょう。それのせいで、インターネットに没入していれば孤独を感じない子供たちも大人もいっぱいいるんです。まあ確かに、家でずっと一人ぼっちでも一人だって感じじゃないもんな。まあでも、もしかしたら体は孤独って感じてたりするのかもしれないね。心は孤独って感じなくてもね。何？まあ孤独が原因ということが分かっています。
でも原因が分かったところでどうしたらいいんだろうね。まあ確かにね。まあでもその原因が分かればなんか俺らも調べてみようか。シエルも研究施設もいっぱいあるし調べるものもいっぱいあるでしょ。博士、電話番号教えてくれます？え、分かりました。じゃあ090-28-8-8。はい、はい、連絡先交換。じゃあなんか分かったら私も連絡しますから。私シエルって言います。研究してます。ええ、大丈夫なんですか、あの人は。電話番号教えちゃいましたけど。あ、まあまあまあ、ああ見えてすごい研究はすごい得意なんで大丈夫だと思いますよ。そうですか。ではお二人も頑張ってください。はい、わかりました。ありがとう。う、苦しい。なんだこれ、あ、もしかしてシエルンが、ちょっとシエルンが、ありがとうございました。シエルンがお昼寝し始めたか。どこだシエルン、シエルン、シエルン、いた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 。なんで寝てんの。苦しい苦しい苦しい。なんでこんなところで寝てんだよ。あ、いた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 、いたいた。あぶねえあぶねえ。いや、あぶねえじゃないよ、もう苦しかったよ。パチ君がすぐ来ないからちょっと待ってよと思った瞬間に意識失ったな。いや、もう寝ないでよ、怖いから。寝るときはせーので寝ようよ、もう。あ、そんな器用なことできないよ。まあいいや、行こう。あー、戻ってきてしばらく研究してるけど結局成果は何も出ないね、シエルン。何にも分かんない。よし、ちょっと研究室行こう、シエルン。うん。おー、なんか分かるかな、原因。分かりそう、シエルン。ふーん、ふんふんふん、どうだろうな。まあこれだけじゃ分かんないか、一回休憩しようか。そうだね。じゃあとりあえず昼寝か。いや、もういいって、昼寝しないって。もうそんな毎日ずっとそんな寝れないって。いや、もうシエルン、顔洗っておいでよ、もう。そんな眠いんだったら一回。うわ、汚い。何何何、まあ、汚い汚い汚い。何が。パチ君ずっと寝泊まりしてるから水回り使ってるでしょ。汚い、掃除してよね。いや、もうでもそんなこと言ったってちょっとじゃん、水回りなんて汚れてるなんて。いや、もう水回り汚れてるのが一番嫌なんだよ。いや、まあそうかも。いや、そうでもないよ、それだからもう。いや、もういいよ。じゃあもうご飯食べよう、ご飯。うわ、汚っ、うん、何これ、テーブルの上。テーブルの上が汚いのが一番嫌なんだよ、俺。なんで、しょうがないじゃん、調べ物もたくさんしてるしさ、忙しいからさ、最近しょうがないじゃん。いや、もう食べかけの人参もあるしね、そのあったかい紅茶がある上で。なんでトランプがこんなところ置いてあるの。もっと片付けなよ、テーブルの上ぐらい綺麗にしてよ。なんで分かってくんないんだよ、テーブルが一番綺麗じゃないと嫌でしょ。どっちだって分かってくんないじゃん、水回りのこと。あれ、ちょっと待ってよ。なんだ？もしかして孤独を埋めるのに一番大事なのってさ、共感なんじゃないの？相手のことを理解してあげる気持ちとか。そういう問題なのか？だからシエルンが水回りを汚れてるっていうのを俺は理解して共感してあげないといけないし、俺がテーブルの上が汚いよって思うのをシエルンが理解したら人間の孤独って埋まるんじゃないのか、もしかして。そんなもんなんだ。いや、まあそうでしょ。じゃあ俺水回りやってくるから。分かってよ、片付けるよ。あー、すっきりしたね、まあ。すっきりすっきり。水回りも綺麗にしてよ。うわ、ピカピカじゃん。よしよし、これでお互いすっきりだね。うん、そうだね。よーし、じゃあちょっと研究してこようかな。よし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 。シエルン？シエルン？うわー、眠い眠い。寝ちゃ、あれ？苦しくなくなってる。シエルン、シエルン、起きて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 。なーによ、もうお昼寝しちゃ、さすがにもうお昼寝だよ、疲れちゃったもん。苦しくなくなってるよ、俺。え？ほら、やっぱり共感することが大事なんだよ。そうなの？へえ、そうなんだ。それで孤独が埋まるんだよ。これ解決じゃん。そうだね。でもそれを元にシエルン、薬も作れるんじゃないの？作れそう。オッケー。じゃあ俺は薬ができるまでの間はみんなにさ、共感が大事なんだよって、相手のことを思いやることが大事だよっていうのを伝えてくるから。分かった。よし、じゃあシエルン頑張って行ってきて。分かった。もしもし博士、分かりました。まずはみんなに共感が大事だっていうことを伝えに行かないとな。あ、ゆきんこちゃん、いたいたいた、ゆきんこちゃん。はい、パチシュウさん。ねえねえねえ、どう、相変わらずガネオくんと一緒に寝ないとやっぱり苦しい？そうなんですよ、困ったもんで、困ったもんです。いや、困ったもんだよね、そりゃ。なんで2回言う。どうしたらいいんでしょう。あのさ、共感が大事なんだって。共感、共感、
いやちょっと理解しがたい。でもそしたらさ、一緒に寝なくても良くなるよ。ちょっと話し合ってみます。そうだね、行っておいで。わかりました。解決したらパチシオさん、一緒に寝ないよ。下打ちした今。いや下打ちしたよね今。ユギンゴちゃん、ユギンゴちゃん、そういう時だけ聞こえないふりするんだね。よし、とりあえず伝えるだけは伝えたけど、みんな大丈夫かな。ところでこの画面の中に小さなガネオくんが隠れてるみたいなんだけど、みんな見つけられる？見つけられたらコメントで教えてね。どこにいるかな。意外と分かりやすいところにいたりするのかな。みんな見つけられた？ただいま。あ、シエルン。よいしょ。おかえりおかえり。お薬できたよ。あ、薬できたの？うん。どれ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 。はい、お薬。どれ？これだよ。子供たちにも飲みやすいようにしたから。ジュース型の薬だね。よし、じゃあこれをみんなに配って睡眠共存症をみんなで治そう。おう。あー疲れたねジエロン。薬全員に配って。これでよし。うん、これで終わったよ。みんなの手元に届いたはず。よし、これでみんなが睡眠共存症で苦しむことはなくなったね。うんうん、よかったよかった。いやー体じゃなかったね。本当は心のつながりが一番大事だったんだよ。そうだね、ちゃんと共感と理解をして一緒に生活したりしないとまたこういうことが起きちゃうかもしんないね。そうだよ、それが一番大事。まあでも大事なことに気づけてよかったねジエルン。うん、そうだよそうだ。じゃあもうみんな大丈夫か。よし、これで心置きなくいつでも昼寝ができるってもんだぜ。おやすみ。かといって寝すぎちゃダメだからねシエルン。体に悪いんだからね。ね、朝からずっと寝てないでさ、ちゃんと起きて運動したりしないとダメだよ。健康のためにもそういうのも大事なんだからね。うるさいうるさい、もう共感してくれよ。あーもう全く、早く寝たいんですけど僕。私はまだ眠くありません。それに大体ちょっと気温が高いんです。知らないですよそんなの。大体ね、何ですかこの写真の山は。気持ち悪い。気持ち悪い。ガネオくんに言われたくないです、ストーカーばっかりして。いやそれはこっちのセリフですよ。ユキコちゃんにそんなこと言われたくないですよ。大体ですね。大体ね。コメント読みのコーナー。パチパチパチ。いつも面白い動画をありがとうだって。ありがとう。面白いって、それってめちゃくちゃ見てくれてるってことだよね。多分そうだね、いっぱい見てくれてるんだと思うよ。いつもありがとう。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。